本日は課題をですね、3つに絞ってございますけれども、それぞれ提起をさせていただきながら、また皆様方のご意見をいただきながら、現状を整理をし、課題を整理し、そして次なる必要な連携の姿を考えていく、そんな時間にしていきたいと思っております。この円卓会議はあくまできっかけです。でこの会議だけで終わったとしたら、まあ、何も生み出さなかったことと一緒なので、ここで出た話をですね、出た課題、連携の問題だったりとか、どうやって体制を作っていくか、調整役をどうするかとかいうところを具体的に一歩踏み出せるようなプロジェクトを立ち上げていきたいなというふうに思っています。これから街並みが本格復旧したときに、道路が復旧し、堤防が元に戻り、そして住宅を建てただけで元の生活が戻るか、今回の東日本大震災の一番大きな課題はそこだと思います。これまでも阪神淡路のように、瓦礫を片付ければすぐ住宅が建ったことに比べて、高台転用しなければならないという特殊性が、私ども岩手宮城の沿岸部でありましたけれども、これから申し上げることが、今までの地震、あるいは大きな火災等との違いだと思います。インフラ復旧だけで町のにぎわいが戻るだろうか、住民の暮らしが戻るだろうか、私はそれだけでは今回は戻らないと思っております。女川にしろ、あるいは大槌にしろ、陸前高田にしろ、町の真ん中が、中心部がほぼ流されて壊滅状態になります。すると、この再建するにあたって、普段我々が何気なく暮らしている町、神戸の町、仙台の町、あるいは東京の町が何で成り立っているかというのが逆に見えてまいりました。今私たちの視点はインフラとかハードウェアじゃなくて、個人の暮らし、それも一人が暮らしが成り立つんじゃなくて、周りの人とつながりを持って生きているという、そこをどう支援するかということが大きな課題だと思います。